最先端の次世代のエネルギーマネジメントシステムっていうのをさりげなく人の暮らしの中に入れ込むっていう、これがエネルギーとか電力を研究する人たちのミッションだと思ってまして、そういうイメージの展開として考えております。東日本大震災以降、遠くのですね、大規模電源からの電気の供給がなかなかできなくなった時に、使う側の方で電気を作って、貯めて使うっていうことの機能が移ってきてるんですね。そういった中で自分たちの身の周りですね、地産地消ってよく言いますけども、そこをしっかりコントロールするスキームっていうのが大事だと思ってまして、我々がその次世代のですね、エネルギーのそういう管理する研究っていうのを、学が中心となって、スタートしました。どうやってやっていくかということなんですけど、まず使う側の方はですね、そのいろんな家電機器とかですね、電気自動車とか太陽光がついたときに使った電気を束ねてコントロールするスキーム、それがホームエネルギーマネジメントシステム、HEMS っていうんですけども、そこをしっかり研究するプラットフォームを一個作る。で、一方それ使ったですね、家の電気が、電気をネットワークの中にこう流れ込んだりですね、引かれたりするので、その部分をインフラ系であります電力会社とかですね、ガス会社とかですね、通信会社、石油会社等々と一緒にやるプラットフォーム、そこはその電気の品質、ちゃんとコンセントに安定した電気の品質が来るようにという研究を我々はしているということで、大きく2つの柱でやっております。電気のエネルギーの管理云々っていうのは、その例えば外の本当に電線のネットワークでやるってことはなかなか難しいので、エネルギーサイバーフィジカルプラットフォームって我々言ってるんですけど、この120号館にまさにそのミニチュアの電気の実験設備っていうことを作ります。一方その頭脳の部分ですね、サイバー空間、データとかですね、 IoT とか AI の話っていうのも実はこの125巻でやってまして、サイバーですね、 IoT 的な空間とその実験的なフィジカルの空間をこの125巻に2つのプラットフォームとして置いてると。それで将来展望なんですけども、バーチャルパワープラントっていうんですけども、大きな発電所がドーンとあるんじゃなくて、何百万世帯とかですね、何千万世帯の人たちが発電所みたいなものをやって、そこの発電と節電のコントロールで皆さんの暮らしの電気の供給ができるというような、ちょっとの電気をしっかり束ねて大きな価値を生んで、それを社会に還元して、大きなエネルギーイノベーションを生むということを考えております。今アクロスと言いまして、企業の方々とですね、一緒にその産学連携をする場を用意しているんですけども、これ大きく2つの柱がありまして、1つはそのインフラ系の会社ですね、電力とかガスとか通信とかの方々ですね、あと一方でその物を作るメーカーの方々の2つの柱をもとにですね、その40社の企業と我々産学連携しています。でこの心は共通で、国際標準化的なものとかですね、一緒に使う共通の部分を我々が一緒に企業とやって、それはある意味各社それぞれバラバラにやるよりも、一つの共通のプラットフォームがあれば企業の方々もすごく楽ですよね。その予算もかからないし、そういう意味では国際標準化っていうスキームもですね、我々研究員いますけど、そういう方々が国際標準化の国のメンバーの委員会になりまして、海外にももう日本の企業の方々が展開していけるような土壌作りを我々が学という中立な立場で展開するっていうことで今目指しております。特にですね、エネルギーっていうのはどこの国でも問題としてあります。早稲田大学としては研究力をさらに強化するという戦略を国際的な展開も踏まえてやっておりますので、こういった場を世界の方々が使っていただいて、社会にどうエネルギーのマネジメントシステムを戻していくかということを一緒にぜひ考えて、実際アクティブにですね、活動していただければと思っております。